一方野党側は今回のの結果をどうう受け止めているのでしょうか中継です野党第1党の立憲民主党は物価高対策に焦点を当て政府への追及を強めましたが政権批判票の受け皿にはなりきれませんでした今回の結果について泉代表は厳しいが踏みとどまったという認識を示していて自らの進退についても勢力拡大に向けた努力をしていきたいと辞任を否定しています。 党内からはこの体制でいいと思っている人は誰もいないと執行部に批判的な声も上がっていて不満がくすぶる中での党運営が続きそうですまた全国で32ある一人区で候補者調整が進まず一本化できなかったことも与党の圧勝を許した要因の一つです野党のバラバラの状況が続く中でどのように国会で監視機能を働かせていくのかが課題となります